どうもこんにちは、キョモちゃん大好きおたけ美容師です。周りにある色くさんはなんかこっちに喋り出したけど大丈夫そうって多分思ってると思うけど YouTube を撮ってます。見てピンクのカバン可愛いでしょう。でここにほらついてるのがはい、ストロベリープリンス。今はもうストロベリープリンスとは言わないね。ストプリのお宅の人が来てくれました。今日は5月1日ストーンズの結成日だけど、明日からストプリのライブが東京で4連戦だよねあるから、その前に髪の毛を染めに来てくれました。でも髪の毛はなんと真っ黒にします。なんでかっていうと就活が始まるから。だけどライブの時だけピンクのエクステつけて、星に私はさとみちゃんの推しだぞって伝えていくみたい。こっちに越するかこっちにするか迷ったけど、こっちにするみたい。みんなはどっちがさとみちゃんのピンクだと思う？まあちょっとケースバイケースでピンクの色って違うからね。どっちもさとみくんのピンクよ多分。知らんけど。あれ知らんがなだっけ？知らんけどだっけ？知らんけどって知ってる？あの最近ウエストの曲で3年温存されてた曲がついに発売アルバムに入ってたの。知らんけどって言うらしい。見ていっぱいグッズ持ってきてくれた。うちはそういう美容室だからね。はい、いっぱいついて。それでは髪の毛を整えて黒に染めてピンクのインナーつけてきましょう。なんかどっかに、まあ大丈夫、一回私の心を押してもらってもいい？はい、では早速髪の毛染めていこうと思います。じゃあ、はい、カラーを塗り塗りしていきます。っていう感じでカラー塗ってます。え、どういう感じでカラー塗ってます？バイバーイ。次にじゃん。ということで、すごい地毛みたいになってる。ここが明るかったの覚えてる？めっちゃ馴染んでる。なんか結構黒染めすると、あ、こっから黒染めしたんだなみたいなのが分かったりするんだけど、いい感じに馴染みました。奇跡、ミラクル起きたぜ。いやいや、ミラクルじゃ困っちゃうね。じゃあ、さとみくんピンクを入れていきまーす。エクステでーす。じゃあ、さとみさんはセット整備指名の方がいらっしゃるので、モーガ、オーリーが、お客様をストレートにしていきます。あ、ビッグランナーができました。こんな感じで全体的にストレートをしていきます。はい、そしたら全部ストレートかけたので、最後の仕上げにブラックオイルをつけていきたいと思います。これは金木犀の匂いなので、ちょっと戻ってきました。締めのお客さんちょっと終わったので仕上げちゃいましょう。もう仕上がってた、もう終わってた。じゃあね、何にするか、オイルもついてるからちょっとそっちから見えるかな。ここにさとみくんのピンクが、ほら、インナーカラーみたいな感じで、なんかよく美容室とかでこうやってあるよね。こういう感じでインナー入ってます。片側5本ですね、両方で10本。せっかく黒染めしたのにそんなハイトーンつけて就活大丈夫って思うけど、エクステは外せば OK だからね。ということで、できました。ちょっと仕上がりの写真はね、なんか後で写真でこんな感じになりました、ポンポンポンってやるから。それではカット、カラー、エクステをして、明日から、あ、でも明日、明後日は、あれ、そう、映像の方のストップで、4日5日がね、初東京ドームの、楽しみ、私も楽しみ、いっぱい河内の魔法、河内の魔法をかけるよ、宮迫ですね、そっちに向かってやるの、ちょっと恥ずかしいけど、河内の魔法をかけるよって、いっぱいかけまくるからね、
ちょっと腕壊れないように気をつけながら魔法をかけていこうと思います。それではあちらで個室で写真を撮っていこうと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。よいしょ、はい、ぐるぐるには個室があって、これは個室じゃなかった、間違えちゃった、普通にフォトスペースです。こんな風にグッズをいっぱい並べられるの。これは全部マグネットになってるから位置をずらすことができるんだよ。自分好みのこう壁を作りましょう、押し壁をね。こっちにはこういう風なフォトスペースもあります。はい、じゃあこんな感じで髪の毛就活用に暗くして、さっきも言ったけどインナーにさとみくんのピンクをエクステで入れて東京ドーム楽しむだけね。楽しむ、あ、イエイ、ナイスピース。へ、喜んでる。はい、いい感じ。動画楽しめたかな。最後まで見てくれてありがとうございます。せーの、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。